本当もう一回行こうと思って、でもチームがなかなか決まんなくてドイツには行けないっていうふうになって、そうしたらなんか大学卒業してそのままドイツに行って日本に帰ってくるっていう時に、なんかいろいろ申請が必要だったりとかしたらしくて、それが遅れてしまって残りの半年は J リーグに登録できないっていう感じになっちゃって、半年ニートみたいな生活しましたけど、もうちょっとジムとか行って走ったりとか筋トレするぐらいのことをやって、契約してもらえそうなチームを探してはいるけどなかなか見つからずみたいな状況でした。